サンカルロスはフィリピン西ネグロス州の市。1960年7月1日にフィリピン共和国令、第2643号で市の称号を得た。公式にはシティオブサンカルロスでありしばしばサンカルロス式とも呼ばれる。2010年の国勢調査による人口は129,981人である。フローレス広場サンカルロスは ネグロス島とセブ島を隔てるタニョン海峡に面しており、ビサヤ諸島の4つの主要都市、セブ、バコロド、いろいろ、ドゥマゲテの交易路上にある。海岸船長は約40キロメートルであり、その一部はマングローブに覆われている。水深のある天然の良好を持ち、沖合にあるシパウェイ島が、サンカルロスの港湾を悪天候の影響から緩和している。このような点から、 フィリピン港湾局は1998年の港湾拡張プログラムの際に西ネグロス州の港湾の中からサンカルロス港を選択し4ヘクタールの埋め立て様々な港湾施設やコンテナ板の建設2隻の牢、牢船が接岸できるような港湾の東側への拡張を行った市街地内の移動には三輪自転車を用いた自転車タクシーやミワ自動車を用いた 三はタクシーが広く使用されている。都市間の移動には小型貨物自動車を用いたジープニーやバスが使用されている。サンカルロスは二つの明確な季節を持っている。5月から翌年に1月は雨季であり、特に8月と9月には豪雨が発生する。2月から4月は寒季である。最も,も気温が低いのは12月と1月であり、 最も気温が高いのは4月である。行政的にサンカルロスは18のバラン街に分かれている。この街の旧称はナビンカランであり、17世紀初頭にこの地域を支配したアイタ族の族長の娘の名前、ナビンカに由来する。彼女は愛らしさやその精神的、身体的な強さで有名であり、住民は 彼女の死後に2年間の母に服して記憶を永続させるために町の名称をナビンカランとした。やがてセブ島のバディアン出身のカルロス・アプラードがこの町を購入した。1856年に書かれた文献の断片によるとブグラス島は2つの地域に分割されていた。いろいろの支配下にあるネグロス島西部とセブの支配下にあるネグロス島東部である。 カラトラバウちの地区であるナビンカランの町はいろいろの管轄下にあった。スペイン植民地時代の統治者であるエミリオ・サラビアの下で町の名称が変更され独立した町としての地位を確立させた。その後この町は繁栄したがある時に町の地位を失った。ネグロス島が西ネグロス州と東ネグロスに分割された1890年、この町は カラトラバの一地区として記録されている。1898年10月16日には、カラトラバ教区司祭がこの町を訪れ、この町が繁栄していることに気づいた。教区司祭はバランガイ種子を設立し、町の守護聖人である聖カルロスボロメオに敬意を表して、町の名称をサンカルロスとすることを決定した。 1898年の守護聖人の日である11月4日、町の中心地がサンカルロスに移された。1898年には、米西戦争でアメリカがスペインを破り、フィリピンはアメリカの植民地となった。1903年には、フィリピンの政治界が熱を帯び、フィリピン人指導者を初めて選出した。1912年には、砂糖工場が建設され、 サンカルロスの経済力は大きく向上した。政治的活動はカラトラバと強く結びついていたが、1925年にはカラトラバが町の地位を得た。サンカルロスはアメリカ合衆国が日本と戦った第二次世界大戦に積極的に関与した。ネグロス島が日本軍に降伏して1ヶ月が経つと、サンカルロスやカラトラバではゲリラ運動が開始された。 1942年6月15日、エウヘニオ・アントニオ・ジュニア対イ、レオナルド・マレイン中尉、アルフレード・バルディビア中尉に率いられたゲリラ部隊は、フィリピン連邦軍の部隊に支援され、日本軍に対する作戦を開始した。エドワード・マクレナ・ハンコスケ率いるアメリカ軍も存在していたにもかかわらず、分割されたゲリラ部隊が異なる、司令官の下でこの地域に点在しており、 効果的なゲリラ作戦は展開できなかった。アメリカ極東陸軍の将校がサンパルロスに戻ると、ゲリラ部隊は極東陸軍のカタリーのィリベラ隊員、エウヘニオ・アントニオ・ジュニア隊員、ロレート・ワイアプイン隊員の下で正式な戦闘部隊に組織された。かろうじてライフルを取り扱える10代前半の若者もこの部隊に加わり、日本軍と差し向かいで戦った。 1945年3月には、エルネスト・エスマタ大佐の指揮下で、フィリピン連邦軍の第7、第71、第72不評手団、フィリピン警察の第7不評連隊、地元ゲリラ部隊が日本の守備隊を攻撃した。第2次大戦後初の選挙ではリベラリストが政権を握ったが、1953年にはナショナリストが、リベラリストから政権を奪った。 1960年7月1日には、フィリピン共和国令第2643号によって、サンカルロスが町から地に昇格した。サンカルロスではセブアの語が主要言語である。英語、ヒリガイノン語、タガログ語も広く話されており、特に都市部ではより使用機会が多い。サンカルロス太陽光発電車がサカソルアイとサカソルーを稼働させている。 サカソルアイは2015年時点で22メガワット、完成時には45メガワットの太陽光発電所であり、フィリピン最大の太陽光発電所である。サカソルアイは、サカソルアイ A とサカソルアイ B に分かれており、2014年5月15日には、ベニグの秋の賛成によって、サカソルアイ A の稼働開始が宣言された。2014年7月には、 サカソルアビ b も稼働を開始している。サカソルアイは、サカソルアシ c と、サカソルア ID の拡張も計画されている。現在建設中のサカソル2は32メガワットの太陽光発電所である。サカソルアイとサカソル2に加えて、33メガワットのサカソル3も建設途中である。中央フィリピン州立大学さんカルロスキャンパスさんと、 トマス・レコレートス学院西ネグロス州の州立大学である中央フィリピン州立大学の本部は州第二の都市カバンカランにある。中央フィリピン州立大学は州内二重キャンパスを持ちサンカルロスにもキャンパスがある。芸術家のロメオ・ビリアルバ・タブエーナはサンカルロスにルーツを持っている。俳優のレーベン・オブラードはサンカルロス出身であり、 市内のサントトマスレコレートス国立高等学校で学んだ。ボクサーのジェリー・ペニャロサ、歌手のハジャの母親であり、自身はコメディエンヌであるエリザベス・ラムゼー、実業家のジェリー・エイチタンもこの町出身である。サンカルロスの歴史的事件の一つに、1996年8月27日に、フィデル・ラモス大統領がこの町で閣議を行ったことがある。 フィリピン系イタリア人の美人女優、アスンタデロ氏シは、フィリピン人上院議員のフレスレデスマと結婚した時にこの町を訪れた。ありがとうございます。